はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、ドボルズダーク交響曲第7番、今日で第2楽章最後の解説動画となります。2回目の今日は67小節目から最後までを解説していきます。まず67小節目のボーイングですが、2つの A に Tie がついています。でボーイングはだんだんアップアップどちらでも構いません。でフォーデルになっている部分は楽譜通りにこのだんだん続けていただいても構いませんし、あるいはもう少し音量が欲しいのであればを切っていただいて、ダウンアップと A 指順で弾いていただいても構いません。その次の小節のボーイングは当然最初の A はダウンから入ります。でここはもう介入せずにピアニッシモになった70小節目はアップ、最後はディミネントがありますのでダウン一指で弾くようにしてください。で次の72小節目はアップで入った後ピッチカートになります。あとは基本的にはもうオクターブの形がついてきますので、オクターブの形は基本的に同じポジションで取るようにしてください。78小節目のボーイングはここはあえて逆弓から入ってアップから入って弓順で、最後のディミネンドのピアニッシモをこのデスのアップで終わっていただきたいと思います。80小節目からのボーイングはピアニッシモになっています。でここは最初はもう当然ダウンダウンと入りますが、次の小節以降はもう一回ダウンダウンと弾き直していただいても続ける形でアップアップと弾いていただいても構いません。で83小節目からクレッシェンドが書いてあります。で楽譜通りにこのように弾いていただいても構わないんですけど、もう少し音量が欲しいのであれば切ってダウンアップと返していただいても構いません。で84小節目はタイがありませんので、ここは直接ダウンアップと弾くようにしてください。85小節目からのボーイングはこのようにオーソドックスに弓順で弾いていただいても構いませんし、あるいは2拍目でここでこのようにダウンアップと弾き直しを行っていただいても構いません。で次の86小節目もでこのギスをアップで弾くのであれば、アップアップと続けてあとは弓順で弾く形になります。でここも2拍目をダウンと弾き直しを行うのであれば、この場合はダウンアップダウンダウンアップという形になります。で87小節目はここはもうオーソドックスにダウンからの弓順となります。フォルティッシモで始まりますので、そこからさらにクレッシェンドがあります。ここは前の2分を途中で介入していただいて、3拍目の声をダウンで弾く形になります。ここまでのボーイングはこのような形となります。92小節目から音量はピアノでディミネント、さらにピアニッシモでディミネントがかかります。で93小節目は一指で弾ける形なんですけれども、その前の92小節目がダウンになりますので、一指で弾くとアップで終わる形になりますので、根元で終わるのが好きになれないのであれば、あえて半分残っている状態でも途中で介入していただいてダウンで終わっていただいても構いません。98小節目以降のダイナミックスはピアノ3つになっています。で100小節目以降もピアノ3つでさらに2年度がなっています。で長いタイの伸ばしがありますが、ここはできるだけもう一指で弾いていただきたいと思います。106小節目もピアノ3つになっていますので、極力ダウン一指で弾いていただきたいと思います。で最後のボーイングはアップでフェルマータをダウンで終わるようにしてください。はい、第2楽章は最後まで解説させていただきました。で全体を通じて技術的に難しい部分は出てこないんですけれども、ゆっくりしたテンポである以上入るタイミングに神経を使う部分が随所に現れますので、そこを実践で注意しながら練習していただきたいと思います。第2楽章の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。